10年くらい音沙汰のなかった元職場の同僚。10歳上で身寄りはなく、厚かましいところとくれくれ気質なところがもともとある人で、美人だったが、10年経っても独身だった。現在50代。私は、結婚後に、病気がきっかけで専業主婦になった40代。スマホに機種変更して LINE を入れて、自動的に登録されたのがきっかけで、久々に連絡があって、会うことになった。会ってびっくりしたのは、美人な人だったが、シワとシミだらけになっていたのと、あなたの旦那に合わせて、絶対気が合う、と言い続けてた。旦那は、そういう人が苦手なので、やんわり断った。10年前に貸した1000円、返してくるのかなって思ってたけど、返す気もなく、自分の支払いを、数十円でも浮かそうと、必死な姿を見て、もういいや、今後会うこともないなって思って、帰ってきた。終日後に LINE が来て、深夜に胸が苦しくなって、怖くなって、救急車を呼んだ話をされた。今後は、検査で病院に付き添う人がいるのと、頼れる人がいるところに、引っ越しを考えてるという話をされて、親戚のいるところにでも行くのか、と思って、話を聞いていると、何かおかしい。なぜか、通院日が、私の空いてる日か聞いてくる。私の住んでるところの利便性を聞いてくる。気持ちに寄り添ってくれる人が必要、と言ってくる。だんだん、私に寄生しようとしてると気づいて焦った。理由はわからないけど、10年近く会ってない上に、連絡も取ってなかった同僚に、久々に会って帰省しようとしてる理由とか、意味不明だったけど、突き放さないと、大変なことになると思って、パニックになって、死ぬ時は、人に迷惑かけず死にましょう。と言ったら、無言になって、そのまま音沙汰がなくなって、ほっとした。もっとうまく断る台詞があったんじゃないだろうかって、今でもたまに思う。でも、10年も音沙汰ない人に、急に帰省しようとするのが、図々しいと思いました。